邪魔しちゃったかな。はい、1年 A 組出席番号21番、花里みのりです。趣味は振り付けの完コピ、特技はキャッチフレーズをつけることです。緊張して、なぜかオーディションみたいなことを。同じ1年生なんだね。私は桐谷遥か。今日 C 組に編入してきたの。読書できる場所を探してるんだけど、ここにいてもいい？もちろんです。本物の遥かちゃんだ。顔小さい。なんだかキラキラしてる。どうしよう、これ絶対同じ空気吸っちゃってるよね。はるかちゃん、なんだか疲れてるみたい。そうだよね。みんなに囲まれて、いろいろ聞かれたりとかして、きっと大変だったよね。うるさいと本も読みづらいだろうし、今日はダンスの練習やめておいた方がいいかな。花里さんは、ここで何してたの？ダンスの練習です。ダンス部とかじゃないんですけど、私、アイドルを目指してまして。はるかちゃんみたいな。はっきりしなさいってば。なに、怒鳴り声。いい、ちゃんと話すまで返さないからね。ほら、早く来なさいよ。誰か喧嘩してる。屋上に上がってくるみたいだけど。せっかくはるかちゃんがゆっくりできる場所なのに。給水塔の陰にいたらやり過ごせるかも。はるかちゃん、桐谷さん、こっちです。あれ、あれはしずく。日の森先輩と知り合いなんですか？しずくとは仕事で何回か会ったことがあるの。あ、そっか。日の森先輩はチアフルデースのセンターだし、歌番組でも一緒になってましたもんね。もう一人はキューティーの桃井愛理だよね。よくバラエティアイドルとして出てた。はい。あ、でも半年前くらいに辞めちゃったんですよね。あんなにいっぱいバラエティ番組に出てたのに。この学校、私も単位制クラスが便利だから選んだけど、やっぱり芸能活動してる人が多いんだね。そうですね、桐谷さん。私、はるかちゃんと普通に会話しちゃってる。同級生なんだし、敬語じゃなくていいよ。私も、みのりって呼んでいい？わかります、じゃなかった。はるかちゃん。はるかちゃんに名前を呼ばれる日が来るなんて。もしかして私、明日死んじゃうんじゃ。それにしても、どうしてあの二人が喧嘩してるんだろう。しずく、私昔の後輩から聞いたのよ。あんたがメンバーとうまくいってないとか、移籍するとか、変な噂が立ってるってこと。本当なの？それは。はっきりしなさいよ。中途半端な態度が一番良くないのよ。あんたがそんなだと、ファンだって不安になるじゃない。わかってる、わかってるけど。なんだか長くなりそう。仕方ない、こっちから出て行こうか。誰かいるの？アスランの桐谷遥か？あんた、この学校だったの？遥かちゃん？久しぶり、しずく。去年の収録以来だね。ちょっと、こっちが話してるのよ。こそこそ盗み聞きなんて、いい度胸じゃない。盗み聞き？そっちが勝手に誰もいないって思って、大声で騒いでいただけじゃないですか。なあ！安心してください。さっき聞いたことは誰にも言いません。やめたとはいえ、それくらいの常識はありますから。なんて生
生意気だ。まったく、これだから大手のアイドルは。ま、今聞いたこと話さないならいいけど、そっちのあんたも話さないでよ。言いません。誰にも言いません。それならもう言っていいわよ。私たちまだ話をしなくちゃいけないの。あの、でも。何よ、まだなんかよ。後から来ておいて出て行けだなんて勝手ですね。彼女の方が先にここでダンスの練習をしていたんですけど。はあ？ダンス？一人で？なんでよ？私、その、アイドルを目指してて。アイドル？あんたが？はい！私、アイドルになることが夢なんです。